それでは次回11月16日水曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では、市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢放課後編。次回は私立京南中学校の陸上部を紹介します。続いてミニ情報のコーナーです。今回は9月中に起こった火災や救急出動、交通事故の発生状況をお伝えします。火災が7件ありました。うち住宅火災は2件ありました。救急出動は1203件、交通事故は768件ありました。かけがえのない命や財産を守り、安全で安心な街を目指しましょう。10月28日金曜日、東京都中央区日本橋村町2丁目にある首都圏営業拠点三重テラスで第37回ツデーが開催されました。今回は名産松阪肉朝日屋、津市から世界の食卓へをテーマに開催し、津市に本社を置く松阪肉の専門店朝日屋の松阪肉へのこだわりや商品ラインナップ、そして東京にオープンした支店白金台店について紹介しました。この日は松阪牛コロッケや一時産コシヒカリの新米が振る舞われ、訪れた皆さんは津市自慢の物産を楽しんでいました。次回11月22日火曜日開催のツデーでは一心殿寺内町を紹介します。ぜひご来場ください。この後45分まで市役所からのお知らせを伝えし、45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、10月23日に放送しました津市自慢の農林水産物つぶっこをお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。優しさが好きさ、この街に出会い、この街で暮らす、やっぱり僕はこの街が好きさ、やっぱり